年間1000本のテストを作る編集プロダクションクラウドゥーワンです。もう一度学びたい5教科、今回の動画は算数数学チームからです。どうぞ。今回はハサミ打ちの原理についてご紹介します。ハサミ打ちの原理とは、任意の自然数 n に対して an 小なりイコール bn 小なりイコール cn が成立し、リミット n が無限大の an イコール α かつリミット n が無限大の cn イコール α ならば、リミット n が無限大の bn イコール α となることです。つまり bn 以下の an と bn 以上の cn の値が共に α になる場合、 bn も α という値になるということです。この原理を使って早速問題を解いてみましょう。リミット x が無限大の x 分の sin x の極限を求めてみましょう。動画を止めて考えてみてください。求められましたか？分子の sin x の範囲はマイナス1小なりイコール sin x 小なりイコール1ですので、x 大なり0の時、それぞれの式を x で割ると、マイナス x 分の1、小なりイコール、x 分の sin x、小なりイコール、x 分の1となります。x を無限大に近づけた時、左辺は0、右辺も0となるので、ハサミ打ちの原理より、リミット、x が無限大の x 分の sin x イコール0となることがわかります。それでは次の問題です。リミット x が無限大の 3x 分の括弧3分の x の極限を求めてみましょう。動画を止めて考えてみてください。求められましたか？分子に出てくる角括弧はガウス記号と言われています。 x を超えない最大の整数を表すもので、 x-1 小なり角括弧 x 小なりイコール x というふうに立式できます。角括弧の中は3分の x ですので、3分の x-1 小なり括弧3分の x 小なりイコール3分の x となります。そして x 大なり0の時、それぞれの式を 3x で割ると9分の1マイナス 3x 分の1小なり 3x 分の括弧3分の x小なりイコール9分の1となります。 x を無限大に近づけたとき、左辺は9分の1、右辺も9分の1となるので、ハサミ打ちの原理よりリミット x が無限大の 3x 分の括弧3分の x イコール9分の1となることがわかります。ガウス記号について忘れていた人は、教科書などでもう一度復習してみましょう。ご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方は、コメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。